え、待って。待って。桜降りすぎじゃない？こんにちは、イバラと申します。初めての方は初めまして。ときめきメモリアル続きやっていこうと思います。2月27日月曜日からですね。いやー、氷室くん怒らせちゃったなーいやーごめんって。だって時間が空くと忘れちゃうんだよごめんなさい。というわけで続きからやっていこうと思います。バラ先輩。え、氷室くんどうした？氷室くん、あのさ、今度の日曜空いてる？え、もう怒ってないの？大丈夫？ごめんね。うん、もちろん行きます。うち来る？え、たまにはさ。え、氷室くん家に行っていいの？あ、そうだ、先生以外は家に行けるんだった。あ、そっか、忘れてた。いいの？うん、行く。そう、待ち合わせはどうする？あ、近所の公園はどうかな？いいよ、じゃあそこで。え、氷室くん、いいの？家に行って。楽しみにしてるね絶対嫌やろなこんなやつ呼びたくないやろな。うん、僕も。え、氷室くん、どうしたの急に？それじゃあ当日遅刻しないように。うっす、任せください。氷室くんからデートに誘われちゃった。日曜日がめちゃくちゃ楽しみ心の声が漏れていく。家に行っていいんだ、嬉しい。お家どんな感じ、部屋どんな感じなんだろう。いや、でも幅学に通うってことはめちゃくちゃいい家だと思う。これはちょっと選択肢しくれないんでセーブしていきます。セーブして。でも前回怒ってたの大丈夫だったのかな引きずらないタイプなのかな、怒りを。よいしょ。そうだね、格好どうしようかな。これでいくか。クソ適当。まあまあ、彼氏ん家に行くからね、ミニスカートで可愛くしていきましょうか。遅くなっちゃった。氷室くんはもう来てる。待たせてごめんね。何かあった？心配してくれてる。え、何かって？事故にあったとか、トラブルに巻き込まれたとか。え、めちゃくちゃ心配してくれてる。あ、大丈夫だよ、ありがとう、ごめんね。あ、そう、なら、いい。かわいい。長押しが効果高そうだな。疲れたの？うん、全然。まだ来たばっかだから疲れないよねよし、褒めてもろて。いえ、特に何もないけど。まあ、上がって。え、待って、これ後ろの家？うわ、金持ちガレージがあるよ地下にね、しかも地下にガレージがある。金持ち右も全部家？ひょっとして。すごいな。玉のこし。うん、お邪魔します。どうかした？体。グーポン。つまずいた？全然つまずいてない。ごめんね、ほんと。よいしょ。何の変哲もない部屋だけど。うわぁ、オシャンティ。いや、サーフボードがあるのマジオシャンティだな。いや、右の海の絵画か写真かわかんないのもオシャレだし。いや、ラックもかっこいいな。あ、ノートパソコンがある。あー、なるほど。ゲームもするのかな？イヤホン、ヘッドホン結構本格的な気がする。かっこいい。観葉植物がある家は、だいたいモテる男が住んでるイメージがあるわ。なんだっけ？変哲もない部屋ですか？そんなことないよ。素敵な部屋だね。男の子っぽい部屋だね。個性的な部屋だね。男の子っぽい？私あまり男の子っぽい、女の子っぽいっていうのはあまり好きくないな。素敵な部屋かな。普通に言うなら素敵な部屋だよね。男の子っぽいとかなくない？女のサーファーもいるしね。素敵な部屋。別に普通だと思うけど。褒められると悪い気しないね。あ、よかった。うん、いい感じだよね。よかった。どうしたらいいわけ？私こそどうしたらいいわけ？お互いに今戸惑ってるよ、氷室くん。どうしたらいい？グーポン。まあ、いいけど。いいんだ。なんか、全然青いハートが出てこなくな、また誘うから。よろしく。え、
終わり？もうちょっと家の中探検したかったな。絶対広いし。何？そっか、終わりか。メンタマツつこう。ね。言い方よ。メンタマ、ポン。何？なんでもない。ごめんね。何してんの？行くよ。いえ、あっちでしょ。あ、送ってくれるの？わざわざ。こんなまだ日が高いのに。ありがとな。つなぎたいの。うん、つなぎたい。間があったね。いやー、楽しかったね。ありがとう、送ってくれて。うん。それじゃあ、また。うん。何？でもさ、家にまで呼んでくれて、メンタマ。怖い。メンタマつこ。よいしょ。その目、帰りづらいんだけど。いやでも家にまで呼んでくれて、まだ付き合ってないってのが不思議。うん。すごいな。友人以上、恋人未満。ひむろくんに送ってもらっちゃった。いやー、何？あ、期末テストか。忘れてた。彼氏の家でイチャイチャしておりました。いやでも大丈夫じゃないかな、多分。さあ、運命の時。テストの結果見てみましょう。だだんだだんだ。やろすぎる。常に。あ、1位。あ、1位、いいじゃん。オッケー。やった、学年1位。一生懸命勉強頑張った甲斐があったな。学年トップなんてすごいじゃない。ありがとう。ミチルちゃん、ありがとう。そうだね、マリーは頑張り屋さんだもの。尊敬しちゃう。うわー、嬉しいな、そんなこと言ってくれて。ありがとう。おはよう、マリー。あ、今年もホワイトデーがやってきたね。ホワイトデーだ。何くれるんだろう。あ、見つけた。おお、氷室くん。何？ あのさ、最初に言っておくけど、気持ちの面で評価して。うん、何でもいいよ本当に。くれるっていう気持ちが嬉しいからね、本当に。ゴミ粒一つでも嬉しいよ。はい、これ返品は効かないから。え、なんだろう、何くれたんだろう。ホワイトデーの？そう、バレンタイン。嬉しかったし。かわいい。嬉しかったんだ。よかった。もう嬉しかったよね。あの反応を見る限り嬉しそうだったもんね。ありがとう。どういたしまして。かわいい。要件は以上。じゃあ。かわいい。ひむろくん、そのまま帰ったらみんなえってなるから、ちょっと歩いた方がいいよ。顔真っ赤っかやったな。かわいい。ひむろくんからバレンタインのお返しもらっちゃった。なんだろう。お？シンプルなサコッシュ。ああ、サコッシュくれたんだ。あれだよね、ちょっと薄いバッグみたいな。なんかね、ロードバイク乗る人がよく持ってるイメージあるわ。あ、すごく使いやすそう。実用的なプレゼントだな。ひむろくんらしいかも。いいね、サコッシュ好きだよ。いやー、いいね。あ、え、ひむろくん、どこ行くの？行っちゃった。追いかけてみよっと。ストーカー。それはストーカーなのよ。うん。あ、それで本当にここまで来たの。君って暇だね。氷室くん優しいな。引くよ、普通だったら。でもちょうどよかったかも。僕も聞きたいことあったし。え、なになに？何でも答えるよ。え、なに？この前好きなタイプについて聞いたでしょ。あれはなんで？思春期。もう一個一個の質問が意味があるように感じるんだね。かわいい。まあ、好きなタイプについて聞かれたらそうなるか。あの時も言ったけど、単なるキャラだよ。ひどい、今ちゃん。魔性の女。全く意図はなし。あ、え、そう言われるとなんか、かわいいな。うん、ひどい。ああ、そう。ならいい。ごめん、氷室くん。イワちゃん、空気読めないんだ。ごめんな。別に。ちょっと気になっただけ。かわいい。どうして？理由、必要なわけ。君だって、理由なく好きなタイプについて聞いただろ。確かに。グーの音も出ないな。あ、そうだけど。いろいろ思い悩んだ自分が、バカみたいだ。その顔やめて。ごめん。ごめんって、いつもバカみたいだって言うじゃん。ごめんね、氷室くん。あの質問で悩ませちゃってたんだ。
ごめんね、いろいろと悩ませて。ごめん、本当に。桜並木が3月、今何日？あ、もう過ぎてるね。じゃあ、26日に、桜並木見に行かない？お、桜になってる。あ、そうだったね。こんなんだったね。よし。行かない？うん。もちろん行く。よーし。ナイス。で、お？バラ先輩、もう、上がりでしょ？うん。あ、お疲れ様。ヒムロ君と一緒だよ。じゃあ行くよ。いい波、来てるから。あ、なんか、行くとか来るとかじゃなくて、行くよってなってる。かわいい。はい。いいね。ぐいぐい引っ張ってる感じがいいね。あのさ、君自身、花が欲しいって思うことある？花か。なんか人生で自分のために花を買ったことないかもしんない。ああ、そう言われれば、プレゼントされたら嬉しいかもね。もらえたら嬉しいかな。もしかしてくれるの？練習で作ったブーケぐらいなら。お、くれるの？嬉しい。本当？嬉しい。失敗作でも？もちろん、その気持ちが嬉しいんだよ。うん。ふーん。じゃあ、しばらく待ってて。とっておきの失敗作、作るから。やだな。ちょっともらうの嫌になってきたな。なんか食中華とか入ってそうで嫌だな。失敗作がとっておき？そう。うまくいったブーケは商品にしないといけないけど、生半可なの渡すのは尺だし。ああ、なるほどね。そのグレーゾーンをつくのが。え、それってどの辺が失敗になるの？いいだろ、僕が失敗だと思えば失敗、それだけ。まあ確かに、そこら辺多分店長一任してそうだよね。まあ失敗を期待されても困るから、今日聞いたことは忘れといて。かわいい。うん、わかった。楽しみだな。いやー、氷室くんかわいいですね。楽しくなってきたな。デートですね。デートの前に一旦セーブするか。失敗したら嫌だからね。あ、こまめにセーブするとか言って、ずっと同じところだ。まあ、いっか。よし。よし。デート。よし。ちょっと早かったな。あれ？あ、ヒムロくんが来てくれてる。いいでしょ。家にいても落ち着かないし。かわいい。落ち着かない？悪い。うん？何その楽しそうな顔。もういい。置いてく。毎回このやりとり楽しくて見ちゃうな。かわいい。グーポン。つまずいた。そう、つまずいたら嬉しそうになるのなんでなの？ドSなの？よし。服装を褒めてもろって。あ、飛ばしちゃった。あ、間違えた。押しっぱだった。あ、待って。圧巻。ちょうど見頃だったね。まあいいね。やっぱ桜って一瞬で散るけど綺麗だもんね。氷室くん、桜吹雪が似合うね。散っていく桜を見ると儚いよね。美味しい桜餅が食べたいな。どれだろう。これは、は？何言ってんの？って言われるし、散っていく桜を見ると儚いよねは、なんでそんな暗いこと言うの？ってなるし、これじゃない？つまり、どういうこと？え、嘘でしょ？これで印象悪くなることある？かっこいいねって話じゃん。それにしても、すごい花びら。うん。足元ふかふかだね。花びらの絨毯。うん、確かに。すっごい敷き詰められてる感がある。見てる感じ。うん。絨毯っていうよりも、これはお布団に近いかも。嘘でしょ。そんな積もってる。それはないんじゃない？さすがに。花びらの布団か。なるほどね。え？さっきのは理解しなかったくせに、これは理解するんだ。そっか。ん？あ！え、待って。待って、桜降りすぎじゃない？こんな降ることある？あ、汚いよ。あ、一応多分地面だからさ、汚いよ。雪と違うからね。氷室くん。何？布団って言ったの、君だろ？そうだけど、いやでもかっこいいな。いや、かっこいいな。
寝転がってラインが、体のラインがしっかり出てるからさ、多分体バッキバキやぞ。いや、かっこいいな。それはそうだけど。君もやってみたら、案外、悪くない。え、うん。どこでやってるかにもよるな。道端だったらちょっと嫌だな。寝心地もだけど、ここから見える景色が圧巻。視界すべてが桜色で、怖いくらい綺麗。へえ、そう言われるとちょっとやってみたくなる。いやでもめっちゃイケメン。めっちゃイケメンやな。モデルみたいじゃん。自分の中のモヤモヤしたものとか、悩んだり考えてたことが全部吹っ飛ぶ。ああそうなんだ。何をモヤモヤしてたんだろうな。まあでも確かに私が悩ませてた部分はたくさんあるからね。思春期だからな。何か悩み事があったの？むしろなんでないと思うの。誰しも悩みの一つや二つあるだろう。あるね。楽天的に見えてもみんなあるからな。ああ君にはないか。だから寝転がる必要もなかった。うわ、煽ってきてる。絶対寝転がるわ、そんな。もう。お、どう？終わりかい。下から見上げた景色があるのかなと思ったら終わりかい。いやー、よかったね、でも。はぁ、突然寝転がるからびっくりしちゃった。別にいいだろ。ハメを外したくなっただけ。まあそうだね、かっちりやってても疲れるしね。たまにはハメ外していいよ。今日が君との最初で最後のお花見になるかもしれないし。え、なんでそんな悲しいこと言うの？いいじゃん、来年も一緒に行ってよ。え？なんでもない。ほら、行こう。やっぱり怒ってるのかな？氷室くん。なんでそんな悲しいこと言うの？また、誘って。え？可愛いんですけど。何？目ん玉。目ん玉つこう。言い方が嫌だよね。目ん玉つこう。何？かわいい。何してんの？行くよ。いえ、あっちでしょ。送ってくれるから優しいよな。いや、この服装結構好きなんですよ。鎖骨がしっかり出ててかっこいい。いいよ。つなごう。お、かっこいい。いやー、氷室くんいいな。ありがとう、送ってくれて。うん。それじゃあ、また。いや、気づいた。目ん玉つけばいいって気づいたから楽だな。その目、帰りづらいんだけど。まあそうだよね。見つめられたら帰りづらいよね。いやー、よかった。一個イベント来ましたね。というわけで、ここで一旦終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。イバラでした。ここまで見てくれてありがとうございました。投稿は、2日投稿したら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。ゲーム実況の他に歌ってみたや声劇朗読何でもやっていこうと思います。もしどこかで見かけたら、その時はどうかよろしくお願いします。